ソンマニエルとアウロラケソンアウロラアントニアケソンは旧姓でアラゴン・イモリーナでマニュエル・ルイス・ケソンの妻で彼が1935年から1944年までフィリピンの大統領であった時にファーストレディを務めたアウロラアントニアケソンは旧姓でアラゴン・イモリーナでフィリピン独立革命中にタバス・シューバレルに革命家の父ペドロ・アラゴンとゼナイダ・モリナの間に生まれた 後に、同郷のマニュエル・ルイス・ケソンと結婚して、彼が1935年から1944年まで、フィリピン大統領であった時にファーストレディを務めた。フィリピン人全般に大いに愛されて、人道活動への関与で知られており、フィリピン赤十字社の初代議長も務めた。夫の死から5年後、彼女と娘一人は、夫の名前を冠した病院の開所式に赴く。 途中に暗殺された。アウロラ州、ケソン市のアウロラ大通り、アウロラ記念国立公園などは、彼女を記憶するように名付けられている。ありがとうございます。